なにこれ、うわびっくりした、うわ甘くて落ち着く匂いだわ。嫌な匂いだ。これ左右あるね。これなんだ。パパもママもお前のことなんかどうでもいい。だからパパは家に帰ってこないし、ママも他の男と遊んでいる。これロット君のことかな。うるさいな。お前のせいだ。悪い。悪い子のお前のせいだ。うるさい。どうしたんですか、ロット。こっちを見て。落ち着いてください。ごめん。俺少し疲れてるみたいだ。無理もありません。こんなとこじゃ幻聴も聞こえますよ。さっさと出よう。ええ。うん。ああ、うわ、いろいろと繋がってるわけだ。え、やばいな。ちょ、どうしようかな。ちょ、一応でも左も見さして。ここは他に扉は、ああ、待って、真ん中に、ど真ん中にあるわ。されるのはなんか嫌だ。この壁の模様とかもう、いきなりちょっとパンクすぎない？何なんだろう、これは。わかんない。人の骨格に見えなくもない。マジで？うわ、ああ、これ繋がってるんだ、扉が。あ、びっくりした！え？いや、なんか言ってくれよ。じゃ、ちょっとさっきの真ん中の部屋も、繋がってるってことかな？あ、これもしかして、あ、さすがにそれぞれ、全部ではないか。何これ？うわ、え、何これ？男と女がベタベタしているような不愉快なオブジェクトだ。臓物に見える。俺もなんかどっちかというと臓物に見えるけど。ああ、まあ、言われてみればなんかそういうちょっとこう、なんていうの、その抽象的なそういうオブジェに見える。なんだこれ？夜更かししていると怖いお化けがあなたの目玉を食べに来るわよ。え？その、親が子供によく言うやつだね。わ、なんかいろいろ出口があるな。あ、わあ、いろいろあるな。これなんだ。本当に使えない、これ。気違いのふりはやめて。そんなことで誰の気も引けないわよ。ネクラね、イライラするわ。あなたがもうちょっと大人になったらわかるでしょうね。ベッドだ。千代子のママはどんな人？幼い少女のような女です。ロットのママは？朝から晩まで男とベタベタしてるような女さ。でもなぜか好きなんです。わかるよ。ずっとハグされたいと思ってる。パパはどんな人？パパについて言うことはありません。俺もだ。なるほど。私とあなたが他人だったら、あなたみたいな人とは関わりたくないわね。ひどいこと言うお母さんだな。なんてひどいこと言うの？そんなだから友達はあなたの元を去っていくのよ。メソメソ泣かないでちょうだい。鬱陶しい。ママはね、あなたのママでもあるけど、一人の女なの。わからないでしょうね。なんだかちょっと子供には難しい話ですね。棚の中身を散らかさないでちょうだい。パスタを生で食べたらお腹を壊すんじゃない？知らないわよ。後でお腹が痛いって泣いても。可愛い私のベイビー、あなたの描いた素敵な絵をここに飾っておきましょうね。なんか錯誤してるね。ちゃんと使ったものは元の場所に直すのよ。そんなところにお菓子は隠してませんよ。お、びっくりした。また色々と変わっていくな。いや、またったな。何してんだ、こんなとこで。あ、さっきのヒントおじさん。あ、わかった。鍵探してんだろ。この部屋のどっかにあるぜ。なんで俺が親切かって？いいっていいって、俺は親切にするのが生きがいなんだよ。人の喜ぶ顔が見たいだけなんだよ。え、めちゃめちゃ怪しいけど。中は空だ。ソファを調べてきた。それ調べてみた。何もない。ちょ、待って。私は鍵なんか持っていませんよ。喋るんかい。私鍵なんか知らないわ。
俺は鍵なんて持ってないぜ。僕は鍵なんか持ってないよ。うん、ここに鍵があるって言ったな、俺。あれは嘘だ。はははは。その顔が見たかったんだよ。じゃあな、幸運を祈ってるぜ。はははは。笑いすぎて腹痛い。はははは。最高に愉快な野郎だ。なんてやつだ。あ、またこの家に戻ってきた。あなたはあなたのママはいつもどこに鍵を置きますか？俺はいつも自分のを持ってる。ママと生活する、ない、ロットと同じです。うん。これは、おう、ああ、ここに戻ってくるのか。なるほど。左。やっぱり鍵かかってるか。どこかで探してこなきゃいけないんだね。なるほど。まあダメか。鍵か。どこに置くか。ああ、そうか。この部屋まだちゃんと調べてなかったな。ないぞ、でも。いや、この息遣い怖いよ。偽物の作りかけのお菓子が置いてある。チョコケーキといえば、デビルスフードケーキが美味しい。何、デビルスフードケーキって。なんだいそれ。チョコがたくさんかかっているチョコケーキ。ここから出たら作ってあげられるけど、作れるんだ。チョコは大好きだ。楽しみだね。だけど、チョコは今日本に住んでるんだろ？はい。日本の田舎に一人で住んでます。俺はアメリカに住んでるんだ。出れたとして、どうやって連絡を取ろうか。ロットは携帯持ってますか？持ってるよ。そうだ。今のうちに SNS アプリでフレンドになっておくか。はい。やったー！お友達できた。お友達できた。で、一旦セーブしようか、ちょっと。特に調べられないみたいだから。ちょっと他調べていこう。今日はあなたが大好きな、シチューよ。それにハンバーグも。男の子でも女の子でも、料理ができない子は、一人前になれないわよ。うん。そんなもんかね。アイスばっかり食べてはダメよ。うん。鍵ないな。鍵ないぞ。どこにあるんだろう。困ったね。あ！いつの間にかポケットに入っていた見慣れない鍵。これさ、俺、前の部屋で手に入れたやつかと思ってたけど、よく考えたら前の部屋はパスワードじゃないか。これだ！さっき携帯調べた時になんで思いつかなかったんだよ。これだろ。入った。結構探索した。え？ああ、戻れる。ちょっと一回セーブしよう。ああ。何あれ？また別の、化け物か。いや、かっこいい。いや、めちゃめちゃいい声してたけど今、え？はじめまして。私、案内人のプラリネです。今まで文面でのご案内で大変ご不自由をおかけしたことをお詫び申し上げます。さあ、疲れたでしょう。奥にお休みできる部屋をご用意させていただきました。ささ、こちらへどうぞ。なんだお前は。まるっきり悪魔じゃないか。まあ、なんて口の利き方のなってないクソガキ。いえ、なんでもございません。さあ、奥に進みましょう。大広間に、チョコレートはたっぷりとありますよ。あの、もう私たちチョコレートはいりません。ブラリネさん、出口はどこです？どちらにせよ、あなた方はこの奥に行かなければならないでしょう。そういう作りになってますから。あんなにあからさまなやつ、初めて見たぜ。どうする、千代子。何あの乳首丸出しの服、変態？千代子。ああ、うん。はい。大丈夫。先に行きましょう。そうだな。どうせ一本道だもんな。あれやっぱり、あの、前があれ空いてるんだね。あの白いの肌なんだね、あれ。なかなか奇抜なファッションだな。てか思ったんだけどさ、あの、日記があった部屋さ、あれ出口繋がってたよな。あ、でも出れなかったのかな。いや、もしかしたらあれで脱出できた可能性あるな。全然頭が働かなかったけど。
うん、ミルクボタン調べられない。セーブして、じゃあちょっと先進みましょうか。我々は、みんな自分の不幸を持ち寄って並べ、それを平等に分けようとしたことの人が自分、今、いやー、わかんない、ごめんなさい。今のは皆さん一時停止してみてみてください。いや、めちゃめちゃいい音楽だな。セーブしよう。ミルクポット、なんもない。お前には到底手に入れられないものだ。悪い子には無縁のものだよ。ああ、君はこれを手に入れる権利はあるけど、そうだね。うん、ごめんよ。僕にはどうしようもないんだ。私たちのことはあまり気にしないで。できればこれに書いてあることも本当は、呪詛なんだよ。これとは？うん。あとちょっとってとこだな。しかし、あとちょっとでかけ離れる。さすがにね、こればっかりは無理さ。これはね、本当に失礼な話だけど。どういうことだろう？外だ。ああ、すごい。建物の中に小屋があるなんて、どれだけ広、待って、どれだけ広いんだろう。ああ、行っちゃった。そしてプラリネさんがいるね。道中の部屋は私どもが作ったわけではありません。通る者の心を映し出す部屋なのですよ。本当は何にもございません。すべて幻です。幻。あ、なんかひよこ、かわいい。めちゃめちゃかわいい。ひよこだ。かわいい。かわいいけど。あ、びっくりした。あ、びっくりした。泣くんかいお前ら。かわいいな。一人でここに入るのは気が済まないな。うん。じゃあちょっと呼んでこよう。千代子ちゃんどこ行った？ここか？あ、入った。あ、いた。え？千代子、何やってるんだ？え？食材、鶏しかない。さばいてる。スープがいい？焼く？ロット、どうしたの？しっかり。ああ、しまった。都会っ子だから驚いてしまったのね。ごめんなさいね、ロット。どういうこと？あ、そうか、鳥をさばいているの見たことがないのか。うわ、びっくりした。千代子。うわ、びっくりした。俺、千代子のことを何も知らない。千代子も俺のことを何も知らない。俺の中で話しても無意味だ。これは夢だ。悪い。とても悪い夢だ。はあ、起きた。千代子。すいません。びっくりさせました。うん。俺が弱虫だった。ロットは悪くない。私、慣れてます。動物を、殺して食べる。そうか、田舎育ちだから。狩りをするのか。すごいな。ハンティングとは違うけど、家畜を食べるってなんて言えばいいんだろう。まあ、いいか。スープ作りました。どうします？んー、いや、せっかく作ってもらったなら食べようよ。落ち着きました？ん、動ける。そろそろ行こうか、十五。ええ。もう大丈夫？うん、心配いらない。そのナイフは何だ？ああ、調理用に置いてあったナイフです。何かに、使えそう。持っていきます。これ、うわ、どうしよう。
まあ俺に渡せって言うとちょっとなんか疑ってる感じになっちゃうから、もう出しとこうか。ええ、わかりました。千代子のナイフを手に入れた。大丈夫かな、ちょっと怖いけど、まあ信じようか。特に何もない感じかな。あ、こっち行ける。ああ、牧場か。いや、めちゃめちゃ可愛いんだけど。鶏だ。かわいい。かわいいな。このバケツみたいなのは餌入れとかかな。え、かわいい。いいね。さあ、行きましょうか。さあ、一旦セーブして、右のさっき入れなかった部屋の前に他に家はない感じかな。あ、プロリネさん。大広間へ向かいますか？いや、まだまだまだ。ちょっと待って、あの小屋見たい。なんだかわかんないけど。これ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 。なんだろう？棚田。棚田。え？本がある。人の美味しい食べ方。はじめに、人にはほとんど魔力がありません。それでも低級たちには十分なほどにはあるのです。低級たちは直接人の肉体を貪ることでしか、人の魔力を補給できませんが、中級以上なら魔力だけを抜き取って凝縮し、ある程度貯めてから食した方が濃厚で美味しいでしょう。魔力を抜き取られた人は、大体が廃人になるでしょう。そういう人を、鑑賞用としてめでるのも退屈しのぎにはなるでしょう。人には色々なタイプのものがいます。より魔力を多く含んでいるのは子供、聖職者、得意体質者です。子供は性格が悪く、愛情が欠乏し、一人で過ごす時間が長いものの方がより魔力を多く含まれているでしょう。聖職者はより、心身深く、徳を積み、疑うことを知らない潔白、性白性癖か、なものが美味しいでしょう。美味でしょう。得意体質者はそうそう多くはありません。探し出すのも食べるのもたやすくはないでしょう。我々と触れ合うことで得意体質になる人もわずかながら存在します。完全に魔物向けの本だね、あれね。プレゼント箱に混じって本が置いてある。深みの王ルーチフェロ、昔か今か未来の話。大いなる力を持つ全ての天使たちの王者がいました。急になんかスクロールになったね。大変美しい天使でしたが、パパに逆らい自ら深みに落ちて行きました。人を蔑み、パパの生み出した家を嫌い、深みの王へとなってしまいました。深みの王はいくつも悪いことをして、ついにはパパに牢獄へ閉じ込められてしまいました。力をほとんど奪われ、見にくくなり、ただそこにいるだけのものになり、なりました。ある日、家を建て直すので牢屋から出され、天使たちの監視のもと人の世におりました。深みの王にとっては牢屋よりも不愉快な場所でした。この隙にどうにか抜け出そうと考え、それは大成功しました。しかし、力が足りずに深みにまで戻れませんでした。深みの王は仕方なく人の世と何もない世界の間に館を築き、そこでパパや天使たちに見つからないように力を取り戻そうとしました。これが成功すれば、パパの作った家を壊せるかもしれません。深みの王はそれを楽しみにして、静かに眠りにつきました。深みの王、ルーチフェロ。聞いたことない話だな。おかしいわね。出れないわ。どうなってるんだ、ここは。もう少し歩いてたら、何かあるといいですね。なかったら最悪だ。棚田。あれ、ループしてるな。今度はただの棚ばっかりだ。あれ？あ、びっくりした。おや、そこにいるのはブルネットの髪がクールなボンボンモデモデキザ野郎系短尾美少年のロット君じゃないか。急になんでそんな煽るの。おい、その後ろにいるのはガチモリガール。ガチモリガールってすごいな。サバイバル生活しているアスペサイコパスおっとり系毒舌天才美少女千代子君。アスペサイコパスって。おい、退散しろ。千代子はアスペでサイコパスじゃない。どっちか片方だけだ。いいじゃん、いっぱい、属性あった方が豪華じゃん。
ねえ、私の悪口を決める喧嘩をやめろ。いやあ、子猫ちゃんたち、また会ったな。この動物小屋から出られなくて困ってるんだろう。知ってるぜ。あ、これ動物小屋なんだ。うせろ。おいおい、それはないぜ、子猫ちゃん。このヒントをもとに4桁の暗証番号を導き出せば、ここから出してやるぜ。悔しいから断る。ああ、そう。まあ、別の方法があるなら、その方法でこっから出ればいいけどな。うん。いるね。うん、ずっといるね。戻ってみる。逆に戻ってみる。逆に戻ってみる。ダメだ。全然ダメだ。ごめん、ヒントくれ。ヒントをくれ。あ、暗証番号に挑戦させてくれ。4桁。さっきのじゃダメかな。さっきのやってみてもいいっちょ。752。あれ、なんだったっけ ?9 だっけ。バーガーちげえよ。真面目にやれよ、真面目にやってこれか。ダメでした。ええー。違いを見つけなきゃいけないのか、部屋ごとの。あるか?ないよ。ない違いが。違いがないよ、みんな。棚田。棚田。ヒントください。もうダメだ、俺わかんない。ヒントをください。また?いいよ。あ、おわぁ、結局これかい。結局これかい。じゃあもう見せてもらうしかダメだったじゃん、これ。1,2,3,4 だから、待って。3、ちょっと待って、3,8,0,4。3,8,0,4。3,8,0,4。おめでとう、大正解。天才だ、君たちは。幸運を祈ってるぜ。出れた。これもう一回入ったら怒られるかな、さすがに。あ、またいるわ。え、待って、なんでもない。あー、出れなくなる。何回でも挑戦できるよ。なんだったっけ ?3、8、0、4。よし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 。あー、なるほどな。でもあの話は大事な話だったのかな。だから、わざわざあそこで、こう、迷わせたのかな。とりあえずちょっと先に進んでみよう。大広間へ向かいますか?ああ。うわ!うわ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 。うわ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 。急にホラー色出してこないでよ、サイド。怖いよ。さあ次、最後の部屋だろう。愛が恐れているのは、愛の破滅よりもむしろ愛の変化である。ニーチェ。暗い。うっ!びっくりした!なんだ。また人間を連れてきたのか。ああ、ほれ。そこにチョコがあるから勝手にむしゃむしゃ食い散らかして奥の扉からさっさと帰れ。そうおっしゃらずに、ブルーム様を召し上がってはどうです?いらん。勝手にしろ。甘いものは好きじゃないんだ。よくわからない。いや、めちゃめちゃノリノリな曲じゃん。よくわからないけど、私たちはもうチョコレートいらないから帰るわね。おお、早く帰れ。あんまり危険じゃないみたいだな。行こうか、千代子。うん。ちょっと待て、貴様ら。ダメだ。貴様ら、いい感じに愛情不足で性格が悪くて孤独で栄養価が高いんだ。ブルーム様、今度のは美味ですよ。もっとよくご覧になってください。何か召し上がらなくても、召し上がらなくては、お体の調子がいつまで経っても戻りません。ブルーム様が深みの王なのか?あ、違うな。深みの王かどうかは違うかもしれないけど、あの人の美味しい食べ方にのっとって、この悪魔みたいなやつは俺らを連れてきたんだ、ここまで。ふーん、寂しい虚しいわがままおちびちゃんな。なんでチョコレートが欲しくなったんだ、言ってみろ。ジュコ、走るぞ。おお、めちゃめちゃ走る。あ、おい、こら。おい、プー、なんとか捕まえてこい。プラリネです。余計なおたわまれが過ぎるからこうなるんです。ま
まってる。走んなきゃいけなかったのか。あー、全然気づかなかった、ごめんなさい。ということで、じゃあ皆さん一旦、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあ次回引き続きやっていきたいんですけれども、このゲームですね、エンディングが4つということで、まあ、できたら全部回収できて、できたらなと思ってるのですが、まあ、まずは今みたいな感じでね、こう初見でやっていきたいと思います。とりあえずじゃあ今回はこの辺で、皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。